ただ紋別の場合はそれもね、やはりただ山の沢地に埋めてしまう。沢地に埋める、まあ後で褒めようの先生の説明もあるという、思いますけれど、沢地でやるというのは非常にね、私方の危険を感じていることも事実です。これはね、本州の方ではね、加工場がそれぞれね、あの汚泥を処理して10年間までゴミを埋め続けて、その後はもう埋め立てをして20年経ったらもう全部おしまいという、こういうことですよね。その河川の生態系が非常に変わってきて、要は汚濁化生じてですね、魚がだんだんきれいなところに住む魚がいなくなったりとか、